こんにちは、しばとです。今日はですね、僕がよく使っているこちら Zoom の MS50G の注意点についてお話しさせていただきたいと思います。この Zoom の MS50G なんですけれども、実はですね、実はというかですね、マスターのボリュームがついてないんですね。マスターのボリュームがついてなくて困ることは、実際にですね、僕この間 JC120 をスタジオでですね、これをリターンに挿してつないだんですけれども、ボリュームの調整がね、できないんですよね。 JC120 はリターンに挿すとボリュームも EQ も全て使えなくなります。なのでエフェクトの方でボリューム調整をしなきゃいけないんですけれども、それができなかったんですよね。なので挿したら突然大爆音で鳴り始めたりっていうのがあって、ちょっとアンプにとっても良くないですし、耳にとってもですね、あまり良くないので、解決方法としてはですね、アンプのリターンに挿す際はこちらの Zoom MS50G のアンプシュミレーターを使った方がいいですという考え方に至りましたね。なのでこのエフェクターを普通にコンパクトエフェクターとして、ディレイで使ったり歪みで使ったりする分には問題はないんですけれども、これ1台で全てを完結しよう、マルチエフェクターとして使用することを考えると、アンプのシミュレーターで音作りをした方がいいでしょうね。リターンに挿す場合と考えてください。その際はですね、アンプシミュレーターのボリュームで調整ができるので、そこを軸に音作りしていけばいいんじゃないかなという感じですね。アンプシミュレーターなしで音作りをしちゃうと、もうボリュームが効かなくなっちゃうので危険です。で、リターンじゃなくてですね、普通のインプットに挿す場合はJC もボリュームが効くので全然問題ないです。あくまでもリターンに挿した場合という体でのお話になります。なのでアンプのリターンに挿す体で音作りをしている方は、アンプシミュレーターを使って音作りをした方が良いと思います。というふうな感じですね、僕が感じたことや気づいたこと、あとはバンド時代のお話、それとレコード会社時代の経験などをですね、お話しさせていただきたいなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。